どうも僕です。パタポン3、ゆっくり実況プレイパート3、始めます。前回はチュートリアル3つやって、終わったんですよね。残ってるチュートリアルを終わらせちゃいましょう。進みつつ、ジャンプするんだね。これならなんとかなる、かな？わらわら。前回のラストに手に入れた防具を装備させておこう。へえ、そうなんだ。ハタポンが倒されたら終わっちゃうんだね。何も出てこないなぁ。出てきたー。あーミスしたー。気を取り直して、次。今度こそ取れたー。チャカチャカ。弾とのバランス調整が難しいんだがだが。やったー、取れたー。進行速度アップしすぎはロタ。そして遅すぎるジャンプ。このタイミングの悪さ、もうダメかもわからんね。わらわら。大していいところもなく、終わってしまった。二つとも盾か。後で見てみよう。さあ早速盾を装備しに行こう。防御力1とかマジ勘弁。わらわら。さすがに氷の盾で行こうかな。防御力1は厳しいね。おお、横に行けた。矢印出てるのに気づかなかったー。パート3で、ようやくクエストに行ける、わらわら。チュートリアルがあんな出来で、
本当に進めるのか心配だけどね。わらわら。よし、新聞だー。ポンポンパタポン。お、初めての敵さんだ。だから、食べるとか使ってみようかな。なんて、余計なこと考えてたらミスっちゃったわらわら。やりっこが死ぬそうだ。でも回復する手段がないわらわら。頑張れやりっこ。やりっこの痛い一撃を食らってしまった。頑張れー。ああ、やりっこが倒れたわー。うわー。クリアしたー。一人犠牲者が出たけどー。でもチュートリアルより全然楽しいね。経験値が今までと違いすぎるわらわら。ついに、レベルアップしたー。
今回はここで終わろうと思います。やっとクエストに行けましたね。わらわら。次回も見てくれると嬉しいな。ご視聴ありがとうございました。